北元木は、江戸時代前期の大爆画像の代表的画家。通称を長兵衛。薩摩出身。大爆像となり、鉄牛銅器に司法したという、北長兵衛を名乗った、北道のりの子。漢文三年頃に、父が没すると画業を受け継ぎ、長兵衛を襲名した。主に長崎で活動し、人間隆起、即飛、木庵の人装を手掛け、また、京都や尾張り。 江戸にも往来氏が作した。大幕像に限らず、大岩落ちである大名や在留当人の肖像を多数手掛け、その数200点にも及ぶ。漢文3年から法営6年頃までの46年間の活動が確認できている。はじめ作品に落観印象を書いたが、漢文5年の即秘蔵に元木の陰影が見える。漢文末からは、北市、 元木の任意が用いられた。大爆ーー画像は、濃厚な彩色と、写実的な描写、特に顔形の深い陰影に特徴がある。秋夜に、江南地方で活躍した、肖像画家即時らの流れを組む様式であり、当時の唐絵目機器の画家にその技法が取り入れられた。ただ、1670年を境に傘中心から、線中心に画風を変化させていることが指摘されている。 元木の画風は、その後、元高元高、元馬、元高、元陳、元邸などに受け継がれた。因縁を肖像満腹自重分、独立性液造さん長崎歴史文化博物館、銅像クリーブランド美術館即非常一、千宝制、像。ありがとうございます。